タートまで3分を切りました。スタート地点熱田神宮西門前です。さあ解説の尾方さん、はい、やはり大注目3連覇がかかる駒澤大学1区中村ですね。そうですね、はい、2人でこう競って多分ハイペースになると思いますね、はい、今駒澤と東洋のオーダーを見ていただいていますが、東洋大学は1区に4年生で初の1区です。双子のエース弟設楽優太を持ってきました。このあたりはどういった意図が。そうですね、やはり駒澤大学を意識して中村君にやっぱつけるのはやっぱ設楽君しかいないということで使ったと思うんですけど、はいはい、まあ、先月行われた出雲駅伝では1区を走った駒澤中村が1区で飛び出して、はい、その後駒澤は1位を譲ることがありませんでした、はい、本当に1区で勝負が決まったといっても過言ではなかったですよね。そうですね、やはり前半流れを作らないといけないので、やっぱり1区2区でやっぱりこう遅れてはいけないということですね、はい、その東洋大学設楽優太、そして駒澤大学中村、両者が隣り合ってスタートをしていきます。さあ、この2人がレースを引っ張る形になるんでしょうかね。そうですね、間違いなくなれると思いますね、うん、はい、何キロで出るかはまだわからないですけど、はい、はい、まあ、そして1区の注目選手でいうと、まあ、九州代表、九州の U 第一工業大学のジョン・カリウキもかなりハイペースで入るかという予想もありますが、まだでもそこまで力がないので、うん、やはり設楽君や中村君についていくかどうかっていう選択じゃないですかね、はい、スタートまで1分を切りました。まあ、さらに先ほど話を聞いた早稲田渡辺監督は昨日の会見でですね、全ては1区だと話しました、はい、そうですね、やはりいつも1区でブレーキしているので、やはり1区で走れば大迫君が2区にいますからね、うん、はい、流れができますよね。この1区どういったところポイントになりますかね。やはりもう上位争いをするチームは1区でいい位置につけるっていう走りしかないですね、はい、各校の監督がとにかく1区が大事になると強調しました。胸に手を当てる明治大学文元、 14.6 キロの道のりです。そしてここから始まる 106.8 キロ、伊勢路決戦がいよいよ始まります。3連覇か、悲願の初優勝か、王座奪還、名門復活、さまざまなストーリーが展開されます。今45回目の号砲、大学駅伝日本一決定戦始まりました。母校のために、助け合ってきた仲間のために、支えてくれた家族のために、それぞれの思いを助けに込め、26チーム208人の選手たちが秋の伊勢路を駆け抜けます。名古屋、熱田ともに声援がこだましました。仲間の思い、そして支えてくれる全ての人たちの思いが込められた助けです。26本のタスキが伊勢路へといよいよ駆け出していきました。まず先頭に立ったのは九州大分鹿児島第一工業大学のジョン・カリウキです。その後ろに、しかしすぐに駒澤大学、さらに東洋大学がつきました。1区は全8区間中2番目に長い 14.6 キロ、その1区のコースをご紹介しましょう。全8区間の中で唯一全行程が愛知県内を走る区間でもあります。この1区、川島さん、はい、2区も含めて本当にこの大事なスタートですけれども、はい、どういうふうにこうまず選手たち考えてスタートしたように見えましたか。そうですね、各監督さんはですね、まあ、1区2区をセットにして考えていると思うんですよね。ちょっと力の落ちる選手を置いているところはですね、はい、2区に強烈な選手を置いて、はい、である程度1区にですね、有力な選手を置いているときにはですね、まあ、ちょっと2区はですね、力が劣る選手とか、そういう形でセットで考えていると思うんですよね、はい。今出ているこの1区のランナー、1万メートルのベストタイム上位5人です。東洋大学設楽優太が27分台、続くのが中村翔吾28分5秒、そして第一工業大学の狩行、さらには中央学院大学の岡本、大東文化大学、こちらも東洋大学と同様双子の兄をこちらは起用してきました市田隆です。まず大きな集団の中で選手たちはスタートをしていきました。今捉えています、こちらは先頭集団を映し出す1号車の映像です。1号車には吉野真嗣アナウンサーが乗っています。吉野さん、お願いします。はい、ちょうど今先頭1キロを通過するところです。今1キロの旗表示が見えました。今先頭通過2分42秒手元の時計です。1号車の解説は上武大学駅伝部監督花田勝彦さんです。花田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずこの1キロの入り、はい、どうご覧になりましたか。早いですね。早いですね、はい、もう集団が縦に長くなってますから、はい、これもう本当3キロ行く前に集団がかなり小さくなるんじゃないでしょうかね、はい、1キロ2分42秒、第一工業大学
ジョン・カリウキがこの集団を引っ張るような形になりました。そして花田さん、その後に東洋大学設楽、はい、そして、駒澤の中村、中央学院の岡本、はい、まあ、この辺りの力のある選手がしっかりとカリウキをマークしているような状態ですね。そうですね、あの酒井監督に、ね、先ほど伺ったらですね、はい、マリュータ選手は初めての1区だそうなんですよね、はい、ちょっとあの不安なことも言ってましたけども、逆に、ね、初めてだからこそ、ね、これだけの積極的な走りが今できているんじゃないかなと思いますね。先頭集団が非常にハイペースでレースが始まっています。例年は2分50秒前後というスタートの1キロですが、なんとそれを一気に10秒近く上回るハイペースになりました。早くも先頭集団は縦長です。JA バンクスポーツスペシャル第45回全日本大学駅伝対抗選手権大会、いきなり見逃せない展開になってきました。選手たちは名古屋熱田神宮をまずは南に向かってスタートをしていきました。1キロ2分42秒というハイペースで走った選手たち、早くも先頭集団隊列が一気に縦長、そしてばらけ始めました。1号車吉野さん、どうぞ。はい、先頭集団から早くも箱根王者日本体育大学の勝又が遅れ始めています。日本体育大学の勝又が早くもこの先頭集団から遅れているという状態です。今ざっと数えただけでもこの先頭集団第一集団は10人前後になりました。早くもそうなってくると各大学苦しくなってきていますが、バイクリポート野上さんは今どこつけてますか。はい、ばらけ始めた集団からおよそ20秒ほど離れたところです。22番手争いです。東北大学、札幌学院大学、新潟大学、広島大学、そしてその中にですね、初出場校岐阜経済大学の姿もあります。チームを率いるのは99年から2002年まで駒澤大学に在籍した入井裕二監督。8区間中8人全員が1年生という岐阜経済大学初出場のチームです。今大会唯一初出場の岐阜経済大学、まあ、川島さん、地方勢にとっては本当にちょっと苦しいような、あのまさにスタートになりました。そうですね、あのいきなり2分42で入ってますからね、あの相当なハイペースの展開ですからね、ここについていくのはなかなか厳しいと思いますね。この後先頭集団はどういう動きになっていくでしょうか。この番組は町のみんなの JA バンク、 JA バンクスポーツスペシャルとしてお送りしています。本日は特別協賛社の JA バンクの職員が全国から集まって沿道で声援を送っています。また第7中継地点 JA 松阪前では11時から地元の食材を使った JA 元気鍋が限定1000食振る舞われます。ここで日夜交通活動に従事し、今回の駅伝で先導を務めていただいている白バイ隊員を紹介します。この大会は三菱 UFJ リースのサポートのもとに CO2 削減の取り組みを実施し、環境に配慮した運営を行っています。この間に先頭はもうすでに3キロ通過しましたが、吉野さん、3キロ通過タイムはどれくらいですか。神道さん、驚異的なハイペースです。8分25秒です。区間新記録ペースでの先頭集団、驚異的なハイペースでレースが動いています。8分25秒というのは区間新記録と全く同じペース、過去2人しか出していない41分台も出てくるんでしょうか。なんとも楽しみな展開になってきました。 JA バンクスポーツスペシャル第45回全日本大学駅伝、区間新ペースでレースは続いています。名古屋港に向かって南へ進んできた選手たちは緩やかに時計回りに旋回して進路を西に取り始めました。交通の大動脈、通称名刺国道と呼ばれる国道23号をここからおよそ70キロ強西へと進んでいきます。川島さん、はい、あっという間に先頭集団減りましたね。そうですね、カリウキ君が引っ張ってかなりハイペースだったんですけど、さらに、設楽君ペース上げてますからね、はい、あの3キロの入りも8分25と、はい、すごくハイペースで入ってますよね。かなりばらけてきました。1号車吉野さん、どうぞ。はい、先頭集団が花田さんばらけてきましたね。はい、あのやはりねこれだけ速いとはみんな予想してなかったと思うんですよね、はい、やはりこのペースになるとですね、まあ、こっちから通りかなと、ね、バスナーの柳君も追ってましたけれどもね、はい、まあ、あの今後ろに下がって、まあ、あの位置がいいんじゃないかなと思いますね。はい、早稲田の柳、大東文化の一田、青山学院、一色、この辺りが、まあ、第二集団を形成するような形になっています。先頭集団の4人が東洋大学、駒澤大学、明治大学、第一工業大学、その後ろ大東文化大学、早稲田大学、青山学院大学ともう1チームがいて、さらにその後ろに4チーム、4人ずつの3つの集団がいて、さらにその後ろ2人が少し遅れているのはおそらく日本体育大学でしょうか。そしてバイクリポート野上さんは今どこにつけましたか。
はい、バイクリポートは現在16位争いです。帝京大学、まあ、関東勢の中ではこの帝京大学が最も下の順位という形になります。16位争いが4校、帝京大学、大阪経済大学、中京大学、そして関西学院大学です。帝京の前5秒空いてピンクのたすき、日本大学、さらに等間隔その5秒先に日本体育大学の姿があります。荒れる1区という本当に波乱の展開になっています。関東勢の有力校が5キロを目前にして遅れています。しまし、はい、14分4秒で通過しました。ですから区間新ペースです。14分4秒、区間新記録をついに上回るペースになりました。史上まれに見るハイペースでのスタートになりました。 JA バンクスポーツスペシャル第45回全日本大学駅伝、スタート1区5キロを通過しています。14分4秒というこれまででまれに見る最も速いペースで最初の5キロを通過した選手たちです。川島さん、はい、1人明治も少し遅れ出して3人になりました。はい、どう見えますかこの表情。そうですね、もう設楽君がもう引き離しにかかっているような形なんですよね。もう本当にペースをどんどん上げているような形でいっているのが設楽君なんですね。吉野さん、第一工業大学もちょっとずつ今遅れ始めてますか。はい、下流機が遅れ始めました。東洋大学の設楽優太、そして駒澤大学の中村、やはり花田さん、この2人がレースを引っ張るような形になりましたね。はい、そうですね、特に設楽君がですね、中村君の顔を見ながらですね、今もちょっとスパートかけながらやってるんですよね。はい、もうバチバチしてますよね。今下りを使ってさらに設楽優太が中村を引き離すように軽くスパートをかけていきました。そして第一工業大学の下流機が遅れています。さらには明治大学の文元もこの先頭のハイペースについていくことはできていないという状況になってきました。その明治大学の後ろには大東文化大学、青山学院大学、早稲田大学、順天堂大学といったところが続いています。そしてバイク野上さんは今どこにつけましたか。はい、13位争い、日本体育大学勝又優太2年生です。まあ、非常に力のある選手です。5キロの通過は14分30秒でした。まあ、ですから決して悪いタイムではないんですが、先頭争いはですね、もう全く視界で捉えることはできません。勝又優太が13位、そしてその前です、山梨学院大学のある集団まで15秒の差がすでに開いているという状況です。勝又の14分30秒という5キロのラップも去年のラップより30秒以上速いペース。ただ先頭は14分4秒区間新記録ペースで進んでいきます。 JA バンクスポーツスペシャル第45回全日本大学駅伝、優勝を争う東洋駒沢の一騎打ちになるのか、早くも両者の駆け引きが始まっています。全長 106.8 キロの中で2番目に長いこの1区 14.6 キロ、大きく分けて8つのアップダウンがありますが、すでにその半分4つのアップダウンを終えて先頭は早くも中間点を通過しました。川島さん、はい、まあ、スタート時点のコンディションが 14.9 度、湿度 82%、はい、北の風3メートル、まさかここまでの展開になるとはなかなか思ってなかったところもあるんですが、条件的にはそんなに悪くないんですが、湿度は少し高いような感じもありましたけどね。はい、まあ、ここまでのハイペースになるとは思ってなかったですね。東洋大学設楽優太4年生、そしてその後ろにピタリとつけるのが先月出雲駅伝でも区間賞、駒澤大学の完全優勝をきっかけを作りました中村翔吾3年生です。1号車吉野さん、お願いします。はい、今川島さんの話にもありました、湿度が高いということで花田さん、先ほど、はい、設楽そして中村2人とも給水をしましたね。そうですね、あと追い風なのでやはり少し暑さを感じているかもしれませんね。はい、そしてその後第一工業大学の下流機が9秒差で遅れています。そしてその後、はい、明治大学の文元が18秒差という形になっています。まあ、この後、まあ、中村あるいはこの設楽2人のハイペースにどこまで後続が離されずについていけるか、花田さん、ここ一つポイントですね。そうですね、まあ、後ろの方は割とね集団で固まってますので、はい、まあ、後ろのチームはやっぱそのあたりで、ね、うまく順位を考えながら、まあ、前の2人はですね、もういかにこうねどちらかを引き離すかっていうねレースになると思いますけれども、はい、駒澤大学の中村、そして東洋大学の設楽優太がレースをハイペースで引っ張るというような形になっています。先頭が駒澤大学と東洋大学、その後ろに第一工業大学がいて、この下流域から少し空いて明治、大東文化、青山学院、早稲田と続いて今左下に移ってきました。2号車メーテレ名古屋テレビ武田元樹アナウンサーがいます。どこにつけましたか。はい、今ちょうど8位を走っている順天堂大学の松村優輝に2号車つけています。この松村優輝で先頭の駒澤東洋からは24秒差という
時間がつき、タイム差がつきました。この松村の7キロ通過地点でのタイムが20分26秒です。先頭から24秒離れている8位の順天堂大学です。8位の順天堂大学で先頭から24秒ということは、川島さん、その前の早稲田、青山学院、大東文化、明治あたりが20秒を切るぐらいというところですよね。そうですね、だいぶ縦長というかですね、やっぱ集団からこぼれた、はい、選手がですねかなり出てきましたので、はい、まあ、落ち着いて入ったチームはですねこれから一つずつ、はい、目標物が出てきますのでね、はい、それで追い上げていくのがいいですよね。その後ろには中央学院や立命館といったところがいますが、続いて左下移ってきました、機動力を生かすバイク移動車です。野上さん、はい、現在13位を走る日本体育大学、そして京都産業大学、上門大輔2年生です。先ほど武田さんのリポートにありましたが、7キロ地点で、測りましたところ、勝又の通過が20分51秒でしたから、ですから8位の順天堂大学からはおよそ25秒差、そして先頭集団からはおよそ50秒差というところにいます。箱根王者が苦しい走り、13位日本体育大学、そこから8秒前に戻ってきました、8年ぶりに戻ってきましたオレンジ旋風法政大学の姿。法政大学の1区は対新一郎4年生、4年生に任せたこの伊勢路の1区、ちょっと苦しい走りになってきました法政大学、現在第12位、そしてこの法政からもうあと10秒ほど先に集団があるという状況です。神道さん、先頭集団動きがありました。東洋大学の設楽が仕掛けました。花田さん、一気に仕掛けましたね、はい、今ね。そうですね、やはりちょっとペースが落ちてですね、2人で後ろ見てたんですよね、はい、で狩行選手は追いついてきたので、やっぱりこれじゃいけないということで雄太君出ましたよね。はい、設楽雄太が再三、スパートを仕掛けているような状況が続いています。選手たちは庄内川と新川にかかる庄内新川橋を渡り終えました。東洋大学、駒澤大学、川島さんはこの2人の駆け引き、どういうふうに見てますか。はい、そうですね、おそらく中村君がですね、先頭立ってレース引っ張っていくかなと予想してたんですが、設楽君の方が言ってますよね、はい、ちょっとこれは予想外というか、はい、そのあたりは設楽雄太としてはどういったこう思いなんでしょう、イメージがあるんでしょうか。調子がいいんだと思いますね、ただ体が動くような状態で、はい、どんどん攻めた走りになっていると思いますよね。そしてスタート地点からこの放送センターに尾形さんも戻っていらっしゃいました。尾形さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。はい、そうですね、設楽君とやっぱり中村君がペースを作って、はい、走ってますけど、そうですね、設楽君が前に出るっていうのは僕もちょっと予想はしてなかったですね。はい、こうして見ても今設楽雄太がかなり中村翔吾を気にしています。先頭は吉野さん、9キロ通過しましたね。はい、花田さん、25分35秒というタイム、このタイムに関してどうでしょう。そうですね、平均してですね、やはり2分55を切っていくようなペースになってますから、瞬間的にこう上がったりしながらですけどね、はい、東洋大学の設楽雄太がご覧のように今下りになってるんですけども、ここでも中村をなんとか引き離そうと仕掛けています。ずっとこういうような展開が進藤さん続いているような状況ですね。東洋大学、そして駒澤大学の2人、9キロを過ぎて最後のアップダウンが10キロと11キロにありますから、川島さん、おそらくこの辺りが本当に最後の勝負になってくるんでしょうか。はい、そうです、後ろについている中村君はもうだいぶ溜めてるような感じありますよね。切り替えのところをですね、はい、待ってるというような、冷静に後ろについてますよね。はい、先頭の東洋大学、駒澤大学、その後ろに第一工業大学がいます。今左下に映っているのは監督車、バスから降りて選手の到着を待っている坂井俊之監督です。それから気になるのがその後ろに第一工業大学がいて、4位グループ、大東文化大学、明治大学には2号車武田さんがつけてくれました。武田さん、はい、ちょうど大東文化大学と明治大学文元につけていますが、その後ろに青山学院大学がいて、さらに後ろです早稲田大学がかなり遅れ始めました。3年連続で1区出遅れている早稲田大学ですが、2年連続の1区、2年生柳が遅れています。柳の9キロ通過タイムは26分でした。早稲田大学1区で出遅れました。川島さん、早稲田大学としても、はい、まず1区をどう乗り切ろうかというところだったと思うんですが、はいはい、ただここまでの本当に早い展開というのはですね、はい、各大学予想してなかったんじゃないかなと思いますね。その中で4位の位置につけているこの大東文化大学、さらには明治大学、この2人も走りとしては非常にいいということですよね。そうですね、前半ハイペースについていった中で今粘っているような状態ですからね、非常にいい走りをしていると思いますね。大東文化大学は双子のお兄さん市田隆です。2区には弟、双子の弟市田博が待っています。さらに明治大学は西監督が盤石のオーダーを組めた、
優勝争いトップ3に食い込みたいと話していましたが、1区スペシャリストの文本圭が現在第5位、大東文化大学との4位集団を走って、その後ろに青山学院大学と続いています。 JA バンクスポーツスペシャル第45回全日本大学駅伝、あっという間に1区も後半から終盤へと向かいます。1区最後のアップダウンに入って一瞬大きな動きがありました。1号車吉野さん、どうぞ。東洋大学の設楽優太が花田さん一気に仕掛けましたね。またね、そうですね、やはりあのペースを落ちるとですね、やはり優太君がやらないとペース落ちちゃうんですよね、はい、中村君も勝ちに徹してますから、はい、あのただ優太君としてもですね、こう行っても行っても中村君離れないんですよね、はい、これが果たしてこのスパートがボディーブローで効いてるかどうかですからね、はい、1号車吉野さん、バイクですが、バイクですが早稲田大学につけているんですが、柳俊之2年生の走りがちょっとおかしいかもしれません。早稲田の柳に異変があったかもしれません。今ですね、山梨学院に抜かれ、さらには立命館大学にも抜かれ、現在早稲田が第10位、山梨の1年生佐藤、さらには立命館大学にも抜かれ、早稲田の柳が第10位です。まあ、失敗した区間で再び使うのは駅伝のセオリーに反するが、来年以降を考えれば主力になってもらわなきゃ困る選手なので、去年1区12位の雪辱を果たしてほしい、這い上がってこいよ柳、そういう思いを込めて渡辺監督はこの柳を1区に起用しました。2区にはスーパーエース大迫が控えますが、柳が苦しい走りになってきました。早稲田大学の2年生柳俊之です。先月の出雲1区では先頭集団形成する走りを見せましたが、残り2キロから1キロにかけて脱水症状に見舞われました。その中でただもう一度この自分を1区に使ってくれた監督、そしてチームメイトのためにと懸命に走りたいと話していた柳俊之です。さあこの早稲田の場合はエース大迫傑が2区に控えています。弥富第一中継点、堂野アナウンサーお願いします。弥富第一中継点では各校のエースが緊張感を高めながら今か今かとその時を待っています。中でも注目は学生史上最速ランナー早稲田大学大迫傑。これまで3年間この2区を走り合わせて19人抜き、最後の伊勢路で出遅れたチームを何位まで押し上げるのか注目が集まります。そして3連覇を狙う駒澤大学は期待のルーキー西山雄介をこのエース区間に起用。東洋大学は去年アンカーとして駒澤に逆転を許し涙を飲んだ服部勇馬、エース対決間もなく始まります。各大学のエースたちが待ち受けている第一中継点、一気に緊張感も高まってきました。吉野さん、先頭集団はもう最後の下りに入りましたね。はい、1区8カ所の8箇所ありますアップダウンの最後の今ちょうど下り終えたところです。中村がずっとこうしたら優太の様子をこう伺いながらの花田さんレースですね。はい、もう2人ともですね、あまたその今スパート仕掛けてますよね、はい、それでもやっぱ離れないんですよね、はい、本当にあのすごいあのレースですね。はい、設楽優太が仕掛け続けて、それに中村が歯を食いしばってついていく、そういうような状況が続いています。そして第一工業大学の狩行がその後、そして明治大学、大東文化という順番になっています。2号車武田さん、明治大学少し出ましたか。はい、明治が4位グループだったんですが、大東文化大学の市田隆を引き離し始めました。明治大学の1区、文本圭、去年もこの1区を走り区間5位といい走りをしましたが、ここで4位グループから飛び出しました。駒澤大学中村が一気に前に出ました。先頭が変わりました。駒澤大学の中村が一気に今ロングスパート、原田さん、ね、ロングスパートをかけましたね。いや、これはつけないですね。一気に行きましたね、はい、溜めていた力をここで一気に解放してきました。中村翔吾が設楽優太の後にピタッとついていたんですが、一気にここでロングスパートを仕掛けました。これは花田さん、中村からすると狙い通りのスパートと見ていいですかね、はい、そうですね、もうどこで行こうかずっと考えてましたよね、はい、このペース多分64秒ぐらい、もう相当2分40切るようなペースいってんじゃないですかね、はい、中村が一気にロングスパートを仕掛けていきました。東洋大学の設楽優太とは2秒差、設楽にとっては花田さん、ここが粘りどころになりますね。そうですね、なんとかね、こう見える位置でね、はい、渡したいですよね。そして2号車明治大学の文本も武田さん、いい位置につけてますよね。かなり文本がスパートをかけ始めています。3位を走る第一工業大学ジョン・カリウキに今取り付こうかというところです。右サイドからジョン・カリウキの横、文本が今3位に上がりそうです。横につく、今文本がジョン・カリウキに並びました。文本が並んだ、そして今2人でジョン・カリウキとともに、今文本が抜き去りました。2位東洋に向かって、そして1位中村に向かって、文本、ジョン・カリウキが3位集団を形成しました。
この明治大学の文本圭3年生も 5000m13 分台、 1万m28 分47秒というベストタイムを持っています。去年も同じ1区を走って区間5位。川島さんも走りを見ていて、はい、飽きたなっていうふうにおっしゃってましたね。そうですね、下りをうまく使って、スパートをしてきましたよね、はい、でちょうどいいところに目標物がありましたんでね、第一工業大学についてさらに前を目指しているような感じですよね。3位に上がってきたのが明治大学、4位が第一工業大学、その後ろに大東文化大学がいて、青山学院大学、順天堂、中央学院、山梨学院、立命館といったあたりが続いていますが、先ほど早稲田が心配なシーンがありましたが、野上さんその後どうですか。本当に苦しい走りになってます。柳俊幸です。先ほどですね、後ろから来た日本体育大学の勝又、それから共産大の上門にもかわされて、早稲田は現在第13位です。8位中央学院、9位が山梨学院、そして10位集団日本体育大学、共産大、立命館がいて、柳が総大、13位という状況です。早稲田、柳、本当に苦しい走りになっています。早稲田は2区にキャプテンの大迫傑が控えています。大迫さんには世界で学んできたことをいろいろと教えてもらった、そうした思いを僕たちが受け継いで、その大迫さんに助けをつないでいきたい、その懸命な一心の思いで走ります。1区も終盤です。吉野さん、先頭はどこまで行きましたか。駒澤大学の中村が9秒差、東洋大学の設楽悠太を突き放しています。どんどん花田さん差が広がっているような状況ですね、はい、そうですね、このわずか1キロぐらいでね、もう10秒近く空いてますから、やはりあの、はい、設楽君が遅いわけじゃないんですよね、はい、中村君が早いんですよね、はい、間もなく13キロ中村が通過します。37分52秒、37分52秒で中村が13キロを通過していきました。そして設楽悠太との差がご覧のように少しずつ開いているという状況になっています。これは駒澤の中村は冷静に駆け引きをしながら1区を走りたいという話をしていましたけれども、はい、今手元の時計で12秒差、はい、花田さん狙い通りの走りと見ていいですかね。そうですね、あの設楽君はですね、何度も何度も仕掛けてこうね攻撃をしてたんですけど、やっぱそれをねしっかり耐えてもう一気に来ましたよね、はい、もう一発カウントを食らったような感じですよね。駒澤大学の中村が一気に設楽を振り切って先頭に立っています。先頭駒澤、2位東洋ですが、川島さん、はい、まあ、2区を見ますと駒澤の場合は1年生の西山、そして東洋大学は2年生服部、まあ、東洋大学酒井監督は2区を終えて逆にこの駒澤の20秒ぐらい前に行きたいと話してましたけれども。そうですね、あの、まあ、駒澤としてはやっぱり1年生というところですから、まあ、少しでも貯金が欲しいようなところなんですが、はい、なかなか相手も相手ですから1区で差をつけるというのは難しいという判断だったんですが、はい、まあ、本当にカウンターのような形で、ここが一番差がつきやすいというような走り方、うん、を今したんじゃないかなという感じがしますね。尾形さん、中村の走りにはどういう印象を受けてますか。そうですね、やはりあの冷静に判断してましたね。もうここで一気にこう離せる ところであのスパートして、まあ、あと残りの距離も考えてのスパートだったと思うんですけど、はい、あの自分の思った通りに走れてるんじゃないですかね。駒澤と東洋の差が10秒を超えようかという先ほど1号車の話がありました。その後ろに第一工業大学、明治といいますが、3位4位とは武田さん、その差は測れてますか。先ほど13キロ地点で中村が通過してからのタイム差を測ることができました。このジョン・カリウキまででその時で27秒の差がありました。そして文本は2秒までカリウキとは詰めていたんですが、それよりも差が広がっています。3位第一工業大学、4位に明治大学文本、そして5位に大東文化、6位青山学院という状況になっています。縦長です。現在の順位はご覧のようになっています。さあどのような形でそれぞれが各大学のエース2区の選手に助けを渡していくんでしょうか。先頭14キロを通過しました。吉野さんどうぞ。はい、先頭の中村の勢いが止まりません。手元の時計ですがもう15秒近く設楽悠太を突き放しています。花田さん、これはもっと広がるかもしれませんね。中継点まで行きますか。このまま行くとですね、はい、30秒近くまで行くかもしれませんね。はい、東洋大学の酒井監督は駒澤に対して20秒のリードをこの辺りで奪っていくのが理想だという話をしていましたが、逆に駒澤大学の中村が、まあ、これは20秒ぐらいの差をつけそうな走りということになりますね。そうですね、本当にあの先ほどね川島さんもおっしゃってましたけども、一番差のつくようなレース展開のその一番いいところでのスパートしたんですよね。はい、まあ、非常にこの中村、全日本にかける強い思いがあります。三重上野工業高校出身、上野工業高校最後の卒業生になります。まあ、現在は学校が統廃合して伊賀白鳳高校と名前が変わりました。ただ自分は上野工業高校最後の卒業生ということに非常に誇りを持っているんだという話をしていました。
全日本は自分にとって特別なんだと、実家が4区の沿道にあるということで、親戚一同みんな沿線でこの応援してくれるという話をしていました。本当に見事にその地元の応援に応える走りですよね、原田さんね。そうですね、もうこの走りを見たらね、もうみんな本当大喜びですね。はい、さあ、弥富第一中継点が近づいてきました。弥富第一中継点にはメーテレ道野博久アナウンサーです。道野さん、お願いします。次なる2区は各校のエースが火花を散らす激戦必至の16区間、弥富第一中継点。まず最初に飛び込んでくるのはどうやら駒澤大学になりそうです。駒澤大学3年生の中村翔吾、最後にラストスパートをかけて一気にトップに立ちました。十分に区間新記録も狙えるという中での走り。そしてたすきをつないでいくのはその中村を追いかけて駒澤大学に入学したという期待のルーキー西山雄介。現在の三重県伊賀白鳳高校から駒澤大学にやってきた2人が3連覇へ向けてどうやらトップでたすきをつないでいくことになりそうです。3年生の中村、ユニバーシアードハーフで銅メダルも獲得しました。さあ今たすきを手に取りました。藤色のたすきをその手に取って、今また最後のスパート、藤色のたすきを左手に取って一心に前を見つめ、今この第一中継点からもはっきり中村の姿が見えるようになってきました。さあ今大きな声をかけました。藤色のたすき3連覇へ、駒澤大学トップでたすきをつないでいきました。トップは駒澤大学です。中村から西山へ大きな声が一つかけられました。トップは駒澤大学です。そしてその後に来る東洋大学との差はどれだけのものなのか、まだその姿を確認することはできません。4年生の設楽優太、最後の伊勢路、設楽兄弟ダブルエースの弟設楽優太、兄の啓太はアンカーです。さあ今見えてきました、4年生の設楽優太、今最後の伊勢路を走り切ります。第2位東洋大学、今たすきを渡しました。2年生の服部優馬、エース区間2区を今年は走ります。 13.2km にスタートしていきました。手元の時計でトップ駒澤との差は32秒です。そしてジョン・カリウキ来ました。九州鹿児島第一工業大学、カリウキが今年は3位でたすきをつなぎました。そして明治大学 M の文字、今たすきをつないでいきました。明治大学が頑張りまして4位、大東文化大学も今2つのたすきリレーが行われました。続いてフレッシュグリーンのたすき、青山学院大学です。1年生の石木から2年生神野大臣にたすき渡しです。続いてのランナーも立て続けに入ってきます。続いては順天堂大学です。順天堂大学名門復活へ、白と赤のたすき、3年生の松村から今たすきが渡りました。2区へドラマの舞台を移しています。ここまで7位までがたすきをつないでいます。第1中継点です。続いてもう1個来ましたね。続いてのランナーが見えてきました。続いては立命館大学です。立命館大学園児のたすき、今その手に取って今第1中継点に入ってきます。第1中継点第8位で、失礼、今京都産業大学がつないでいきました。京都産業大学が第8位でたすきを渡しました。そして中央学院大学、日本体育大学遅れました。そして山梨学院大学も続きました。山梨学院大学までがたすきをつないでいます。現在11位までがたすきを渡しています。そして立命館大学、今見えてきました。立命館大学が今第1中継点たすきを渡しました。第12位で立命館大学が第2位たすきを渡しています。そして早稲田大学がようやく見えてきました。早稲田大学2年生の柳、こちらから見ていましても非常に苦しい表情。後ろからは関西学院大学、日本大学、法政大学が追いかけてきています。今関西学院大学にかわされました。早稲田大学柳、あっと足がもつれている、大丈夫か。さあそして今関西学院大学が先に入ってきました。関西学院大学が今助けを渡す。そして日本大学、そして早稲田大学、大迫傑、最後の伊勢路に飛び出していきました。トップとは2分41秒の差が手元の時計でついています。さらには大阪経済大学も今第一中継点を通過していきました。大阪経済大学までの17チームが通過していました。ドーナさんどうぞ。今たすきをつないだのは帝京大学です。帝京大学も行きました。帝京大学も今13位で18位でたすきを渡していきました。18位帝京大学までがたすきをつないでいます。
そして続いて入ってきたのが日本文理大学です。日本文理大学、今第一中継点タスキを渡していきました。3年生の筒井慶也、今2区 13.2 キロをスタートしていきました。続いてのランナー、地元の大学が見えてきました。中京大学です。中京大学は1年生の奥がエース区間を走ります。今トリコロールのタスキを渡していきました。26チームのうち20チーム中京大学までが通過をしていきました。先頭とは2分41秒差、15位でタスキを受けました早稲田大学の大迫傑です。大迫にとっては4年連続の2区、そしてこれが最後の全日本、最後の伊勢路になります。前でタスキを受けた関西学院大学、それから日本大学といったところを捉えて引き連れる形で前へと進んでいきます。そして第一中継点、選手やってきましたね。続いての大学が入ってきました。続いては東海学連選抜です。東海学連選抜がタスキをつないでいきました。さらには札幌学院大学も今その後ろをすぐついてタスキをつないでいきました。第一中継点です。そして第一中継点、今3人のランナーがリレーゾーン待ち構えています。今待ち構えているのは広島大学、東北大学、そして新潟大学の3校です。まだその姿、この第一中継点から確認することはできません。ようやく今広島大学が見えてきました。広島大学、苦しい走りが続きました。3年生の石川、今1区を走り切ります。同じく3年生の森岡蓮にタスキを渡します。今大事に両手でタスキをつないでいきました。広島大学が第22位、23番手でタスキをつないでいきました。さらにその後に続いて見えてきたのが東北大学です。東北大学4年ぶり8度目の伊勢路、尾形から藤沢萌へと4年生のタスキが渡ります。今東北大学タスキを渡していきました。残された大学はあと1校、新潟大学ですが、まだ第一中継点、今その姿が見えてきました。かなり苦しい表情での走りになっています。1区を走るのは3年生の角やわら、苦しい表情ながら一歩一歩踏みしめるようにこの第一中継点に向かって走り続けています。黄緑のタスキはまだその肩にかけられています。必死の形相、一歩一歩、その大きな声をがまだ届くことのない距離ですが、今ようやく第一中継点からも見えるようになってきました。新潟大学第一中継点、今飛び込んできました。ようやくタスキをつなぎました。そして続いて岐阜経済大学です。岐阜経済大学遅れました。まだ岐阜経済大学はタスキをつなぐことができていません。いよいよ第一中継点は残すところ唯一の初出場岐阜経済大学だけになりました。25番目で通過をしていった新潟大学も1区を走った隅選手、8月に肺の自然気胸になりました。手術をしてエースとして走れるかどうか不安な中だけれどもと話してくれましたが、懸命の走りを最後まで見せてくれました。そして吉野さん、もう先頭は2キロ通過してますが差が詰まりましたね。いや、新藤さん、驚異的なこれ追い上げ、花田さんですね、はい、服部、東洋大学の服部が驚異的に追い上げています、はい、中継点では32秒差でしたが今手元の時計で13秒差、ね、一気に縮めてきました。はい、最初の入りはですね、西山君もまあ2分50秒ちょっとで、いい形で来たんですけれども、その後ちょっとね少しペース落ちたのと、やはり服部君がですね、はい、もうどん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 やはり追いかけるぞ詰めるぞっていうの勢いで来てますよね、はい、服部今手元の時計で9秒差、進藤さん10秒切ってきています。2.5 キロというところであっという間にもうすでに23秒を詰めてきました。この2区でまたトップが入れ替わることがあるんでしょうか。そして第一中継点、岐阜経済大学がやってきました。堂野さん、はい、岐阜経済大学の姿が見えてきました。初出場の岐阜経済大学、全日本の舞台でようやく初めてのタスキリレーとなります。メンバー全員が1年生、大きな歓声に包まれて岐阜経済大学が初めてタスキをつないでいきました。これで26チームすべてのタスキリレーが完了しました。第一中継点です。駅伝部創部1年目でこの全日本の舞台を権利をつかみました。快挙を達成した岐阜経済大学もいよいよ2区へとスタートしていきました。そしてバイク移動車、野上さん、大迫は交わしましたか。